はい、こんにちは、今回は量刑乾燥等の、ね、第2部ですね、こちらのお薬でしたね。はい、不安とか動悸とかね、最近よくあるパニック的な症状にもねいいですよっていう漢方薬です。はい、ではね、配合生薬ですね。いつものように見ていきます。こちらですね、見てください。はい、これシンプルなね漢方薬で、4つです。たった4つの生薬からできてますね。この中の一文字ずつを取って量刑乾燥っていうね処方名になってます。はい、まず伏量ですけどね、これは、利水作用って言って水を抜く働きがあるんですけども、あと精神を安定させる、働きっていうのを持ってますね。まあそれでここにね入っています。お腹でドクドクしてるような症状がある人はね、この伏量が入ってるものがね、合うということですね。はい、そして次ね、このこっちの体操ね、夏目、夏目なんですけどもね、これは、漢方の処方の中にねよく入ってます。で、今回のこの量刑乾燥等の中の体操の役目っていうのは緊張感を緩めてくれるっていうことでね、それで入っています。それからあと真ん中のね、経皮と肝臓、これはね気の上昇といって、こう気というものがね、漢方的には人間の体に流れてますよっていうふうに言われてますけどね、その気というものがこうぐーっと急激に上の方に上っていくっていうことがあるんですね。特にこの量刑乾燥等が合う人はね、そういう症状の訴えがあったりするんですけどね、そのぐーっと上がっていくのをね、ずーっとこう下げてくれる、ね、上にぐーっと上がっていかずに下に下ろしてくれるっていうね、そういう働きをこの経皮持ってますのでね。はい、ありがとうございました。量刑乾燥等の話ね、第2部でした。今日はここまでです。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。